グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国、ユナイテッド・キングダム・オブ・グレート、ブリテン・ノーザン・アイルランド国の標語、デュイ・モンド・ロワ国家、ゴッド・セーブ・ザ・クイーン・カミオ・女王を守りたまえ、英語以外での正式国名、ポピレーション・エスタ・マッツ・オフィス・フォー・ナショナル・スタティスティックス。2019年6月26日閲覧。ABCDE、ワールド・エコノミック・アウトルック・データベース。 オクトーバー2020 IMF2020 年12月26日閲覧。仕様は UK に比べ圧倒的少数。グレートブリテンを呼び北たアイルランド連合王国はヨーロッパ北西岸に位置し、グレートブリテン島、アイルランド島北東部その他多くの島々からなる立憲君主制国家。首都はロンドン。英語圏ではユナイテッドキングダム。頭文字を取って、 UK と略称される。日本語における通称の一例として、イギリス、英国がある。イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドという歴史的経緯に基づく4つのカントリーが、同君連合型の単一試験国家を形成している。また、2020年1月31日まで、欧州連合に属していた。国際連合安全保障理事会常任理事国の一国であり、 G7、G20 に参加する。GDP は世界10位以内に位置する巨大な市場を持ち、ヨーロッパにおける4つの大国、ビッグ4の一国である。ウィーン体制が成立した1815年以来、世界で最も影響力のある国家を指す列強の一つに数えられる。また、民主主義、立憲君主制、議員内閣制など近代国家の基本的な諸制度が、 発祥した国でもある。イギリスの擬人化としては、ジョン・ブル、ブリタニアが知られる。 正式名称は、英語で、United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland であり、日本語では、Great Britain 及び北部アイルランド連合王国と、する場合と、Great Britain 及び北アイルランド連合王国とする場合がある。英語での略称は、United Kingdom, UK。日本語における一般的な通称は、イギリスもしくは、英国であるが、稀に、 ユナイテッドキングダムの直訳である連合王国が用いられることもある。現在の公用文では英国が使用されており、イギリスは交語で用いられることが多い。連合王国は2003年まで法文において用いられていた。イギリスはポルトガル語でイングランドを指す。エゲレスが語源で戦国時代にポルトガル人が来航したことに起源を持つ。原理に関わらず、 連合王国全体を指して使われており、連合王国の構成体たるイングランドとは区別される。江戸時代にはオランダ語のイングリッシュを語源とするエゲレスという呼称も広く使用された。幕末から明治、大正期にはイギリスや王、ブレツいただきと漢字で表記されることもあったが、前者が英国という略称の語源である。ただし、英国は 競技に連合王国全体でなく、イングランドのみを指す場合もある。1707年合同法においては、イングランド王国及び、スコットランド王国を一王国に統合すると宣言する。同法において、新国家名称は、グレートブリテン王国、または、グレートブリテン連合王国及び、連合王国とすると述べている。しかしながら、連合王国という用語は18世紀における。 非公式の使用にのみ見られ、長文式でない、単なる、グレート・ブリテンであった1707年から1800年まで、同国は、ごく稀に、正式名称である、グレート・ブリテン連合王国と言及された。1800年号同法では、1801年に、グレート・ブリテン王国と、アイルランド王国が統合し、グレート・ブリテン及びアイルランド連合王国が、成立した。 現在の正式国名であるグレートブリテン及び北アイルランド連合王国は北アイルランドのみが連合王国の一部として留まった1922年のアイルランド自由国独立及びアイルランド分裂後に採用された。イギリスは主権国家として国であるがイングランド、スコットランド、ウェールズ、それほどの段階ではないが北アイルランドも主権国家ではないが国と呼ばれる。 スコットランド、ウェールズ、北アイルランドは権限の異常による自治権を有する。イギリス首相のウェブサイトでは連合王国の説明として一国内の国々という言葉が用いられていた。イギリスの12のナッツ1地域統計のような複数の統計的概要においてスコットランド、ウェールズ、北、アイルランドをリージョンと言及している。北アイルランドは プロビンスとも言及される。北、アイルランドに関しては、記述名の使用が多くの場合、個人の政治的選考を明らかにする選択で議論の的になりうる。英語では、ブリテンという言葉は、連合王国の同義語として頻繁に用いられる。一方、グレート、ブリテンという言葉は、連合王国全体の緩い同義語として用いられる。場合もあるが、本来は、イングランド。 スコットランド及びウェールズを指すものであり、北、アイルランドを含む場合には用いるべきでないとされる。ギガバイト y t 及び GBR はイギリスの標準国名コードであり、その結果として国際機関がイギリスに研究する際に用いられることがある。さらに、 イギリスのオリンピックチームはグレートブリテンもしくはチームギガバイトの名称を用いる。形容詞のブリティッシュはイギリスに関する事項への言及によく用いられる。ブリティッシュに明白な法的願意はないが、イギリスの市民権及び国籍に関する事項への言及に法律上を用いられる。イギリスの国民は自らの国民性を表現するのに、 多数の異なる用語を用い、自らを、イギリス人であるか、イングランド人、スコットランド人、ウェールズ人、北アイルランド人、アイルランド人であるか、またはその両方であるとみなしうる。2006年、英国旅券に、新デザインが導入された。新パスポートの1ページ目には、英語、ウェールズ語、スコットランドゲール語で正式国名が記載されている。ウェールズ語での正式国名は、 テアーネス・アネクディグ・プラダイン・ベワー,エー・エゴグレット・イ・ワードンであり、政府のウェブサイト上での略名は、テアーネス・アネクディグであるが、スコットランド・ゲール語での正式国名は、リッチド・エイ・ユナイト・ブリタン・イズ・エア・ゲイ・トゥーアであり、略名は、リッチド・エイ・ユナイトである。詳細は、イギリスの歴史を参照、プトレマイオスの地理学に基づく地図、アルビオンとヒベルニアの文字が見える。 古代のグレートブルテン島はアルビオンと呼ばれた。ラテン語起源でドーバーの白い崖に由来するとされる。1066年にノルマンディ皇であったウィリアム征服王がイングランドを征服し、大陸の進んだ封建制を導入して王国の体制を整えていった。人口と経済力に勝るイングランドがウェールズとスコットランドを圧倒していった。百八十二年に ウェールズ地方にもイングランドの州制度が敷かれた。14から15世紀にわたり、フランスと百年戦争を展開したが、1373年に英保衛級同盟を結んだ。1497年、ジョン・カボットが北米海岸を発見した。1534年、国王史情報が出た。1536年及び1543年の 統一法のもと、ウェールズを正式に併合した。1559年、キリスト教が、イングランド国教会統一された。1562年、フランスで、ユグノー戦争が起こって、ユグノーが移ってきた。1588年、アルマダの海戦でスペインを破った。イングランド銀行1600年にイギリス東、インド会社ができた。1603年にイングランドとスコットランドが、 同訓連合を形成した。そしてヘンリー・ハドソンやウィリアム・バフィンが北米探検に活躍した。1620年、ピルグリム・ファーザーズが北米に上陸した。1628年に権利の請願がなされた。ウィリアム3世は1694年、 イングランド銀行を設立した。1707年の合同法で、イングランドとスコットランドは合法し、グレートブリテン王国となった。ユグノーからノースウィック断尺が出た頃、イギリスは退仏大同盟の主役であった。連合国がワーテルローの戦いで勝利し、ナポレオン戦争が収束した。こうして、パクス・ブリタニカの時代が到来した。1801年の合同法で、 アイルランド王国と合法し、グレートブリテン及びアイルランド連合王国となった。栄光アルコリツと謳われた。外交方針はエドワード7世の時に放棄された。1902年には、日本とも、日英同盟を締結した。1926年には、バルフォア報告書が提出された。ウィンザーサのジョージ5世による知性、デビット・ロイド・ジョージ政権下の1922年に、 AI 条約が発行され、北部六県を除く二十六県が、アイルランド自由国として独立し、1927年に、現在の名称、グレートブリテンを指北アイルランド連合王国へと、改名した。1939年のアドルフ・ヒトラー総統の、ナチトを率いるナチスドイツがポーランドに侵攻し、フランスと共に戦線布告を行い、バトル・オブ・ブリテンをはじめヨーロッパ戦線では、 対独遺戦争、太平洋戦線では、対日戦争を経験し、アメリカ合衆国の民主党、フランクリン・ルーズベルト大統領と大西洋憲章を共同で提唱した、保守党のウィンストン・チャーチル政権による、挙国一致内閣のもとに勝利を得た第二次世界大戦後、イギリス軍は、ドイツのハンブルグやハノーファーを占領し、旧西ドイツの形成の一役を担った。イギリスは、 1945年の冷戦開始以降にかけて政治経済その他多くの面でアメリカ合衆国に派遣を譲った。また、資本主義、自由主義陣営の西側諸国の一国としてソビート連邦とは敵対しながら政治面では労働党のクレメント・アトリー政権がユりかごから墓場までをスローガンに福祉国家を作り上げた。経済面ではイングランド銀行が ブレトン・ウッズ体制をめぐる駆け引きに競り負け、1960年代のボンド危機と1970年代のセカンダリーバンキング危機に遭い、英国病とまで呼ばれる不景気に苦しんだ。産業面では、戦前からゼネラルエレクトリックに産業革命の意向を奪われていた。アトリー失脚後は、保守党へ政権交代となり、チャーチルが首相に再任する。 第二次大戦中イギリスは帝国内で最大規模の人口を誇るインドに対してヨーロッパ、太平洋で複数の戦線を維持し、また旧地平和を維持するため戦後インドの地位に対して大幅な情報をせざるを得なかった。イギリス政府は1947年にインド独立法を承認し、インドとパキスタンの独立を翌1948年には 生論の独立を承認した。また対戦中に日本の支配下にあったビルマ、マレーでもイギリス支配下に服することに混乱が見られ、1948年にビルマの1957年にマレーシアの独立を承認した。1960年代に入るとフランス領西アフリカの独立要求を機にアフリカ諸国の独立運動が活発化し、 1960年にナイジェリアが1962年にウガンダが1963年にケニアが1964年にマラウイとザンビアがイギリスから独立を宣言した。また1961年に南アフリカが1966年にローデシアが アパルトヘイト維持のため、イギリスからの独立を宣言した。1956年にはエジプトが、スエズ運河の国有化を宣言し、同地帯を占領したためイギリス、フランス、イスラエルとの間で戦闘が勃発した。これが、第二次中東戦争である。英仏は、国際世論の支持を得られなかったためスエズから撤退し、地中海と航海を結ぶスエズ運河の利権を、 喪失した。また、エジプトの行動に励まされて、中東地域でも独立運動が刺激され、1971年に、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦がイギリスから独立した。残る最大のイギリス植民地は香港だけになったが、これも1984年に、マーガレット・サッチャー首相と、当昌平中華人民共和国中央、軍事委員会主席の間で行われた。 英中首脳会談で深海の咀嚼期限が切れる1997年に活譲地も含めて一斉に中国に返還されることになった。香港を返還したことでイギリスは主要な植民地のほぼ全てを喪失することになり世界の7つの海をまたいだイギリス帝国は消滅していった。1964年にはハロルド・ウィルソンが首相に就任し、 アトリー以来13年ぶりに労働党が政権に復帰する。1969年にイングランド、ウェールズ、スコットランド、1973年に北、アイルランドで死刑制度が一部例外を除き廃止された。また、ウィルソン労働党政権下で妊娠中絶の合法化、死刑制度の廃止及び同性愛の非刑罰化を含む社会的改革がなされ、 通貨ポンドの閉価切り下げや日本の放送大学の模倣ともなった通信性公立大学であるオープン大学の設置などの政策が実施された。1980年代に成立した保守党のマーガレット・サッチャー政権は新自由主義による構造改革を急進させて多くの失業者を出した。地方経済は不振を極めロンドンを中心に金融産業などが成長した。 1990年代、政権は保守党のジョン・メイジャーから労働党のトニー・ブレアに交代し、イギリスは市場化一辺党の政策を修正しつつ、かつての重厚な福祉国家にも逆戻りしない、第三の道への路線に進むことになった。また、1998年人権法を制定し、死刑制度が完全に廃止された。この頃からイギリスは、久しぶりの公共に沸き、 老大国のイメージを払拭すべく、クール、ブリタニアと呼ばれる、イメージ戦略、文化政策に力が入れられるようになった。2000年代2010年代21世紀に突入し、労働党のゴードン・ブラウン、保守党のデイビッド・キャメロンと政権が続く。2014年からは、同性結婚が合法化された。カントリーの一つであるスコットランドが独立すべきか、どうかを問う。 住民投票が2014年9月に実施されたが、独立は否決された。2016年6月23日に、イギリスの欧州連合離脱是非を問う、国民投票が実施されその結果、僅差をもって、離脱賛成派が過半数を占めたため、イギリスの欧州連合離脱が決定された。これを受けて、キャメロン首相兼保守党党首が責任を取る形で、辞任を表明し、 テリーザ・メイがサッチャーに続く二人目のイギリスの女性首相権、保守党党首として2016年7月13日に就任した。明政権は新たに欧州連合離脱賞を設置した。結果として2020年1月31日午後11時にイギリスは欧州連合から脱退した。詳細はイギリスの地理を参照イギリスの チケーズ・ブリテン諸島最高峰のベン・ネビス・山ン・イギリスは、グレート・ブリテン島のイングランド、ウェールズ、スコットランド、およびアイルランド島北東部の北、アイルランドで構成されている。この二つの大きな島と、その周囲外省の島々を、ブリテン諸島と呼ぶ。グレート・ブリテン島は、 中部から南部を占めるイングランド、北部のスコットランド、西部のウェールズに大別される。アイルランド島から北、アイルランドを除いた地域はアイルランド共和国がある。北アイルランドとアイルランド共和国の国境のほかにイギリスは大西洋に囲まれ、東に北海、南にイギリス海峡がある。アイリス海はグレートブリテン島とアイルランド島の間に位置する。 イギリスの総面積は243,610平方キロメートルであり、世界第78位及びヨーロッパ第11位。イングランドの大部分は岩の多い低地からなり、北西の山がちな地域、北部から南イングランドのデータン室のノースダウンズ、サウスダウンズ、チルターンに至る。イングランドを流れる主な河川は、テムズ川、セバーン川、トレント川。 ウーズ川である。主な都市はロンドン、バーミンガム、ヨーク、ニューカッス,スルアポンタインなど。イングランド南部のドーバーには英仏海峡トンネルがあり、対岸のフランスと連絡する。イングランドには標高1000メートルを超える地点はない。ウェールズは山勝ちで最高峰は標高1085メートルのスノードン山である。本土の北にアングルシートがある。 ウェールズの首都また最大の都市はカーディフで南ウェールズに位置する。スコットランドは地理的に多様で南部及び東部は比較的標高が低く、ベン・ネビス山がある北部及び西部は標高が高い。ベン・ネビス山はイギリスの最高地点で標高1343メートルである。スコットランドには数多くの半島ワンロフほど呼ばれる湖があり、 グレートブリテン島最大の淡水湖であるロフホォーネスもスコットランドに位置する。西部また北部の海域にはヘブリディーズ諸島、オークニー諸島、シェトランド諸島を含む大小様々な島が分布する。スコットランドの主要都市は首都エディンバラ、グラスゴー、アバディーンである。北アイルランドはアイルランド島の北東部を占め、ほとんどは丘陵地である。中央部は平野で、 ほぼ中央に位置するネーコはイギリス諸島最大の湖である。主要都市はベルファストとデリー。現在イギリスは大小合わせて1098ほどの島々からなる。ほとんどは自然の島だが、いくつかはクランノグと言われる過去の時代に、 石と木を骨組みに作られ、次第に廃棄物で大きくなっていった人工の島がある。イギリスの大半は、なだらかな丘陵地及び平原で占められており、国土のおよそ90%が過重地となっている。そのため、国土面積自体は、日本のおよそ3分の2であるが、過重地面積は逆に、日本の倍近くに及んでいる。イギリスは、森林も少なく、日本が、 国土の3分の2が森林で覆われているのに対し、イギリスの森林率は11%ほどである。その他、紛争中のフォークランド諸島、ジブラルタル、インド洋地域を含む14の海外領土を有する。ガンジー、ジャージー、マンシマは、イギリスの一部ではなく、イギリスの君主を共に君主とし、イギリス政府が防衛及び国際的表示に対して、責任を負う。 王室属領である。詳細は、イギリスの都市の一覧を参照イギリスは四つの非独立国であるイングランド、スコットランド、ウェールズ、北、アイルランドより構成される。それぞれの国は首都を持ち、ロンドン、エディンバラ、カーディフ、ベルファストがそれである。中でも、イングランドの首都であるロンドンは、イギリス連合王国の首都としての機能も置かれている。イングランドの首都ロンドンは、 ヨーロッパ第二の規模の都市的地域及び、ユーロスタットによれば、欧州連合最大の約1、400万人の人口を有する都市圏であり、重要な世界都市及び金融センターである。ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの首都は各々カーディフ、エディンバラ、ベルファストである。人口分布4位以下の都市人口が僅差であり、順位が変わりやすい。2006年以降は、ロンドン、 バーミンガム、リーズ、グラスゴー、シェフィールドの順となっている。イギリスの気候は2つの要因によって基調が定まっている。まず、メキシコ湾流に由来する暖流の北、大西洋海流の影響下にあるため、北緯50度から60度という高緯度にもかかわらず、温暖であること、次に中緯度の偏西風の影響を強く受けることで、ある。以上から、西岸海洋性気候が卓越する。 大陸性気候は全く見られず、気温の年角差は小さい。メキシコ湾流の影響は冬季に強く現れる。特に西部において気温の低下が抑制され、気温が西岸からの距離に依存するようになる。夏季においては、緯度と気温の関連が強くなり、比較的東部が高温になる。水の蒸散量が多い夏季に東部が高温になることから年間を通じて東部が、 比較的乾燥し、西部が湿潤となる。降水量の傾向もメキシコ湾流の影響を受けている。東部においては、降水量は1年を通じて平均しており、かつ、1日あたりの降水量が少ない。冬季、特に風速が観測できない日には、霧が発生しやすい。 この傾向が強く当てはまる都市として、ロンドンが挙げられる。西部においては、降水量が2500ミ、mm、リメートルを超えることがある。首都ロンドンの都市平均気温は12.8度、1月の平均気温は6.7度、7月の平均気温は19.5度、年平均降水量は750.6ミ、mm、リメートルとなっている。英国議会が議事堂として使用する。 ウェストミンスター宮殿詳細は、イギリスの政治、イギリスの憲法、英国法、及び英米法、参照政体は、イギリスの君主を元首にいただく、立憲君主制であり、内閣が議会の信任に基づいて存在する、議員内閣制を採用する。1952年2月6日以降のイギリス女王は、ウィンザー朝、第4代君主、エリザベス2世である。 イギリスの憲法は一つに、重ゲノり化されていない、不文憲法であり、制定法や判例法、歴史的文書及び、監修法などが憲法を構成している。これらは他の法律と同様に議会で修正可能なため、南西憲法であると言える。憲法を構成する監修法の一つに、国王は君臨すれども統治せずとあり、形式上は国王体験が残っているものの、 女王の権能は極めて儀礼的である。このように、世界でも最も早い段階から、立憲君主制度法の支配を採用し、また立法権優位の議会主義が発達しており、議員内閣制や、政党制など、現代の多くの国家が採用している、民主主義の諸制度が発祥した国である。立法権は議会に、行政権は首相及び内閣に、司法権は、 イギリス最高裁判所及び以下の下級裁判所によって行使される。イギリスの議会は上院と下院の任性である。1911年に制定された議会法により、下院の優越が定められている。議員内閣制に基づき行政の長である首相は、憲法的修律に従って、下院第一党党首を国王が任命。閣僚は、 議会上下両院の議員から選出される。会員は単純小選挙区制による直接選挙で選ばれるが、上院は非公選であり任命制である。近年、従来右派の保守党と左派の労働党によりに大政党制化してきたが、近年では第三勢力の自由民主党の勢力も拡大している。ウェールズ、スコットランド、 北アイルランドは各々異なる権限を異常された政権を有しており、1996年に北アイルランド議会、1999年にはスコットランド議会とウェールズ議会が設置され、実地が始まった。スコットランドには主にスコットランド国民党によるスコットランド独立運動が存在し、北アイルランドには20世紀から続く北アイルランド問題も存在する。 2016年6月欧州連合からの離脱を問う国民投票で賛成多数となり1973年の EEC 加盟以来の大陸との一体化が幕を閉じた。これを受けてキャメロン首相から名首相へ交代した。現任の首相はボリス・ジョンソン。スコットランド議会議事堂詳細はイギリスの地方行政区画を 三省連合王国の地方行政制度は次の各地方によって異なっている。このほか、連合王国には含まれないものの、連合王国がその国際関係について責任を負う地域として海外領土及び王室属領が存在する。2017年1月27日。 就任直後のドナルド・トランプ米大統領とホワイトハウスで会談するテリーザ・メイ・元英エ首相詳細はイギリスの国際関係及びイギリス軍を参照イギリスは19世紀から20世紀前半までの間世界最高位の大国であった。現在も列強であり続け、経済、文化、軍事、科学、政治で国際的な影響力を有する。 戦艦期の国際連盟時代と同様、1946年の第一回国際連合安全保障理事会以来、同国は同理事会常任理事国であり、G7、G8、G20、NATO、欧州評議会、OECD、WTO の加盟国となっている。そして、アメリカ合衆国と歴史的に特別な関係を持つ。アメリカ合衆国とヨーロッパ以外にも、 1920年代までは日本と日英同盟を結んでいた友好同盟国であったため大正時代の大日本帝国海軍はイギリス海軍の伝統に多大な影響を受けながら発展した。イギリスと密接な同盟国は連邦国と他の英語圏の国家を含む。イギリスの世界的な存在と影響は各国との相互関係と軍事力を通して拡大されている。それは 世界中で約80の軍事基地の設置と軍の配備を維持していることにも表れている。2011年の軍事支出は627億ドルと一定水準を保っている。軍機分裂更新式における近衛兵イギリスの軍隊はイギリス軍または陛下の軍として知られている。しかし公式の場ではアームドフォーシーズ・オブ・ザ・クラウンと呼ばれる。全軍の最高司令官は イギリスの君主であるが、それはあくまで名目上に過ぎず、首相が事実上の指揮権を有している。軍の日常的な管理は国防省に設置されている国防委員会によって行われている。イギリスの軍隊は各国の軍隊に比べて広範囲にわたる活動を行い、世界的な戦力投射能力を有する軍事大国の一つに数えられ、国防省によると軍事費は世界2位である。 2008年現在、軍事費は GDP の2.5%を占めている。イギリス軍は、イギリス本国と海外の領土を防衛しつつ、世界的なイギリスの将来的国益を保護し、国際的な平和維持活動の支援を認ぜられている。2005年の時点で、陸軍は10万2440名、空軍は4万9210名。 海軍は36,320名の兵員から構成されており、イギリス軍の19万名が現役軍人として80カ国以上の国に展開、配置されている。イギリスは核兵器の保有を認められている5カ国の一つであり、軍事費は世界第5位または第6位である。核弾頭搭載のトライデント通船水艦発射弾道ミサイルを運用している。イギリス海軍は トライデント2を搭載した原子力潜水艦4隻で核抑止力の任務に担っている。イギリスの大量破壊兵器も参照イギリス軍の幅広い活動能力にもかかわらず、最近の国時的な国防政策でも共同作戦時に最も過酷な任務を引き受けることを想定している。イギリス軍が単独で戦った最後の戦争は、 フォークランド紛争で全面的な戦闘が丸々3ヶ月続いた。現在はボスニア紛争、コソボ紛争、アフガニスタン侵攻、イラク戦争などアメリカ軍やナトウ諸国との連合作戦が慣例となっている。イギリス海軍の警府標部隊であるイギリス海兵隊は 水陸両用作戦の任務が基本であるが、イギリス政府の外交政策を支援するため、警府表部隊の特性を生かして海外へ即座に展開できる機動力を持つ。詳細は、イギリスの経済を参照 IMF によると、2015年のイギリスの GDP は2兆8584億ドルで、あり、世界5位、欧州ではドイツに次ぐ2位である。 同年の一人当たりの GDP は43,902ドルである。人間開発指数は世界第14位で非常に高いに分類される。ロンドンは2016年に発表された世界の都市総合力ランキングにおいて世界一位と評価された首都ロンドンは2016年時点でニューヨークを上回る世界一の金融センターと評価されている。ロンドンの指揮には 世界屈指の証券取引所である、ロンドン証券取引所がある。イギリスの外国為替市場の1日平均取引額はアメリカを上回り、世界最大である。富裕層人口も非常に多く、金融資産100万ドル以上を持つ富裕世帯は約41万世帯と推計されており、アメリカ、日本、中国に次ぐ第4位である。また、 金融資産1億ドル以上を持つ超富裕世帯は1,125世帯と推計されており、アメリカに次ぐ第2位である。18世紀の産業革命以降、近代において世界経済をリードする工業国で造船や航空機製造などの重工業から、金融業やエンターテイメント産業に至るまで様々な産業が盛んである。歴史的に造船業は特筆に値し、 三段膨張機関が登場してから第一次世界大戦勃発までは世界の船の3分の2を生産した。しかしながら19世紀後半からはアメリカ合衆国、ドイツ帝国の工業化により世界的優位は失われた。イギリスを含む世界金融資本がイギリス製造業への投資よりドイツアメリカ及び植民地への投資を先行したためである。 イギリス製造業は次第にドイツ・フランスやアメリカ合衆国に立ち遅れるようになってゆく。20世紀に入る頃より国力は衰え始め二度の世界大戦はイギリス経済に大きな負担を与えた。各地の植民地をほとんど独立させた1960年代後半には経済力は一層衰退した。戦後の経済政策の基調は市場と 国営セクター双方を活用する今後経済体制となり、左派の労働党はゆりかごから墓場までと呼ばれる公共福祉の改善に力を入れ、保守党も基本的にこれに近い政策を、当周、1960年代には世界有数の福祉国家になった。しかし、オイルショックを契機とした不況に何ら実用的な手立てを打たなかったために、 継続的な不況に陥り、企業の倒産やストが相次いだ。20世紀初頭から賃貸を続けたイギリス経済は深刻に行き詰まり、英国病とまで呼ばれた。1979年に登場したサッチャー政権下で国営企業の民営化や各種規制の緩和が進められ、1980年代後半には海外からの直接投資や証券投資が拡大した。 この過程で製造業や工業部門の労働者が大量解雇され深刻な失業問題が発生。基幹産業の一つである自動車産業のほとんどが外国企業の参加に下ったが外国からの投資の拡大を次第に自国の産業の活性化や雇用の増大につなげていきその後の経済復調のきっかけにして行った。その後、1997年に登場した。 ブレア政権における経済政策の成功などにより、経済は復調し、アメリカや他のヨーロッパの国に先駆けて、後継気を享受するようになったが、その反面で、ロンドンを除く地方は、経済発展から取り残され、貧富の差の拡大や不動産価格の上昇などの問題が紛失してきている。 さらに2008年にはアメリカ合衆国のサブプライムローン問題の影響をまともに受けて金融不安が増大した上に資源、食料の高騰の直撃を受けアリスター・ダーリング財務大臣が過去60年間でおそらく最悪の下降局面に直面していると非常に悲観的な見通しを明らかにしている2012年2月時点で 失業率は8%を超えるまでに悪化した状態にあったが、その後は回復の兆しを見せている。北海油田イギリスの工業は産業革命を支えた石炭が著名である。300年以上にわたる最短の歴史があり、石炭産業の歴史がどの国よりも長い。2002年時点においても3193万トンを採掘しているものの、 ほぼ同僚の石炭を輸入している。北海油田からの原油採掘量は1。最も重要なエネルギー資源は天然ガスであり、世界シェアの4.3%を占める。有機鉱物以外では世界第8位となる仮塩同10位となる塩がある。金属鉱物には恵まれていない。最大の沿鉱でも1000トンである。最も早く工業化された国であり、現在でも 高度に工業化されている。農業の重要性は低下し続けており、GDP に占める農業の割合は2%を下回った。しかしながら、世界シェア10位以内に位置する農産物が8品目ある。穀物では、大麦、工芸作物では、アマ天才、ナタネ、ホップである。家畜、畜産品では、羊、羊毛、牛乳が主力。イギリスは、 産業革命成立後、自由貿易によって多大な利益を享受してきた。ただし、21世紀初頭においては貿易の比重は低下している。2004年時点の貿易依存度、すなわち国内総生産に対する輸出入額の割合はヨーロッパ諸国内で比較するとイタリアと並んで最も低い。すなわち輸出16.1%。 輸入21.3%である。国際連合の2003年国際機関の貿易統計によると品目別では輸出、輸入とも工業製品が8割弱を占める。輸出では電気機械、機械類、自動車、医薬品、原油。輸入では電気機械、自動車、機械類、衣類、医薬品の順になっている。貿易相手国の地域構成は輸出。 輸入ともヨーロッパ最大の工業国ドイツと似ている。輸出入とも対 EU の比率が5割強。輸出においては EU が53.4%、次いでアメリカが主衆国15.0%、アジア12.1%、輸入においては EU52.3%、アジア15.1%、アメリカ合衆国9.9%である。国別では、主な輸出相手国は、アメリカ合衆国、ドイツ、フランス、オランダ、アイルランド。輸入相手国は、ドイツ、アメリカ合衆国、フランス、オランダ、中華人民共和国である。イギリスの不動産は、人口の 1> 約1%の約2万5千人の貴族や大企業などがイングランドの土地の48%を保有しており、未申告は貴族が家族間で秘密裏に管理していた土地と考えられている。詳細は、イギリスのエネルギーを参照イギリスの原子力発電に対する中華人民共和国の投資と技術協力を積極的に推進することで、 エネルギー政策と経済力の強化に取り組んでいる。2016年には中国からの投資による原子炉の建造を承認した。スターリングポンドが使用されている。補助単位はペニーで1971年より1ポンドは100ペンスである。かつてポンドは US ドルが世界的に決済通貨として使われるようになる以前、イギリス帝国の経済力を背景に、 国際的な決済通貨として使用された。イギリスの欧州連合加盟に伴い、ヨーロッパ共通通貨であるユーロに、イギリスが参加するか否かが焦点となったが、イギリス国内に反対が多く、通貨統合は見送られた。イングランド銀行が連合王国の中央銀行であるが、スコットランドと北アイルランドでは、地元の商業銀行も独自の紙幣を発行している。 イングランド銀行の紙幣にはエリザベス女王がすられており、連合王国内で共通に通用する。スコットランド紙幣、北アイルランド紙幣ともに連合王国内で通用するが、受け取りを拒否されることもある。2016年6月24日、1993年に加盟した欧州連合の脱退が国民投票によって正式に決定した。詳細は、 イギリスの企業一覧を参照通信、編集詳細はイギリスの情報通信を参照イギリスではキースロー空港などにある自動販売機で SIM カードが購入できる。プリペイド式となっておりスーパーなどで通話通信料をチャージして使う。主な通信業者詳細はイギリスの交通を参照詳細はイギリスの道路を参照自動車は 左側通行である。また、インド・オーストラリア、香港、シンガポールなど、旧イギリス植民地の多くが左側通行を採用している。詳細は、イギリスの鉄道を参照国際列車、ユーロスターの発着駅である、セント・パンクラス駅近代鉄道の発祥の地であり、国内には、鉄道網が張り巡らされ、ロンドンなどの都市には14路線ある、地下鉄網が整備されている。 しかし1960年代以降は設備の老朽化のために事故が多発し、さらに運行の遅延が常習化するなど問題が多発している。小規模の民間地方鉄道の運営する地方路線の集まりとして誕生した。イギリスの鉄道は19世紀から20世紀前期にかけて競合他社の買収などを通じて比較的大規模な少数の会社が残った。 1921年にはついに、ロンドンミッドランド,ンドスコティッシュ鉄道、ロンドン,ンドノースイースタン鉄道、グレートウェスタン鉄道、サザン鉄道の4大鉄道会社にまとまり、これらは1948年に国有化されて、イギリス国鉄となった。しかし1994から97年に、BR は旅客輸送、貨物輸送と線路や駅などの施設を一括管理する部門に、 分割されて民営化された。1994年開業したイギリス、フランス両国所有の英仏海峡トンネルはイングランドのフォークストンからフランスのカレーまでイギリス海峡の海底130メートルを長さ50.5キロメートルで走る3本の並行したトンネルからなる。1本は 貨物専用で、残り2本は乗客、車、貨物の輸送に使われる。このトンネルを使って、セントパンクラス駅からは、ヨーロッパ大陸との間を結ぶユーロスターが運行され、パリやブリュッセル、リールなどのヨーロッパうちの主要都市との間を結んでいる。周囲を海に囲まれている上、世界中に植民地を持っていたことから古くからの海運立国であり、P&O や、 キュナードラインなど多くの海運会社がある。また、歴史上有名なタイタニック号やクイーンエリザベスにクイーンメリーになどの著名な客船を運航している。詳細は、イギリスの航空を参照ロンドンヒースロターミナル号。ロンドンヒースロー空港は国際線利用客数では世界随一である。ブリティッシュエアウェイズ民間航空が古くから発達し、 特に国際線の拡張は世界に広がる植民地間をつなぐために重要視されてきた。現在はブリティッシュエアウェイズやバージンアトランティック航空や e、G、ジージ j ットなどの航空会社がある。中でもブリティッシュエアウェイズは英国海外航空と英国欧州航空の2つの国営会社が合併して設立され1987年に民営化された世界でも 最大規模の航空会社で2009年にはスペインのイベリア航空と統合合意し2011年にインターナショナルエアラインズグループを設立した航空機製造業もベイシステムズやエンジン製造のロールスロイスホールディングスがあり1976年にはフランスと共にコンコルド機を開発して世界初の超音速旅客輸送サービスを開始しかし老朽化と コスト高などにより2003年11月26日をもって運行終了となり、コンコルドは空から姿を消した。主な空港として、ロンドンのヒースロー空港、ガトウィック、スタンステッドのほか、ルートン、マンチェスター、グラスゴーなどが挙げられる。日本との間には2016年サマースケジュールでは、ヒースロー空港とナルタ空港の間に、 ブリティッシュエアウェイズのみ1日1便直行便を運航し、羽田空港の間にもブリティッシュエアウェイズ、日本航空、全日本空輸がそれぞれ1日1便直行便を運航している。かつてはバージンアトランティック航空が就航していたが2015年に撤退している。詳細はイギリスの科学技術を参照十七世紀の科学革命はイングランドとスコットランドが 18世紀の産業革命はイギリスが世界の中心であった。重要な発展に貢献した科学者と技術者を多数排出している。アイザック・ニュートン、チャールズ・ダーウィン、電磁波のジェームズ・クラーク・マックスウェル、そして最近では宇宙関係のスティーブン・ホーキング。科学上の重要な発見者には水素のヘンリー・キャベンディッシュ、ペニシリンのアレクサンダー・フレミング、 DNA のフランシス・クリックがいる。工学面では、グラハム・ベルなど。科学の研究、応用は、大学の重要な使命であり続け、2004年から5年間に、イギリスが発表した、科学論文は、世界の7%を占める。学術雑誌ネーチャーや医学雑誌ランセットは、世界的に著名である。詳細は、イギリス人及び、イギリスの人口統計を参照。 イギリスの民族も参照イギリスの人口ピラミッドイギリスの人口は2015年時点で推計6471万人であり世界第22位であるイギリス民族という民族は存在しない主な民族はイングランドを中心に居住するゲルマン民族系のイングランド人 ケルト系のスコットランド人、アイルランド人、ウェールズ人だが、旧植民地出身のインド系、アフリカ系、カリブ系、アラブ系や、カキョウなども多く住む多民族国家である。イギリスの国籍法では、旧植民、いずれの身分に属するかによって、国内での様々な取り扱いで異を生ずることがある。ほか、パスポートにその区分が明示されるため、 海外渡航の際も相手国により取り扱いが異なることがある。例えば、日本に入国する場合、ブリティッシュシティズンとブリティッシュナショナルは短期訪問目的なら、査証不要となるが、残りの4つは数日の観光訪日であってもビザが必要となる。詳細は、イギリスの言語を参照世界の英語圏地域。濃い青色は、英語が公用語。 または事実上の公用語になっている地域。薄い青色は英語が公用語であるが主要な言語ではない地域。事実上の公用語は英語であり最も広く使用されているが、イングランドの主にコーンウォールで、コーンウォール語、ウェールズの主に北部と中部で、ウェールズ語、スコットランドのある字に、ローランド地方で、スコットランド語、ヘブリディーズ諸島の一部で、スコットランドゲール語、北アイルランドの一部で、 アルスター・スコットランド語とアイルランド語が話されており、それぞれの構成国で公用語になっている。特に、ウェールズでは1993年にウェールズ語が公用語になり、英語と同等の法的な地位を得た。2001年現在、ウェールズ人口の約20%がウェールズ語を使用し、その割合はわずかではあるが、増加傾向にある。公文書や道路標識などはすべて、 ウェールズ語と英語とで平記される。また、16歳までの義務教育において、ウェールズ語は必修科目であり、ウェールズ語を主要な教育言語として使用し、英語は第二子どもとして扱う学校も多く存在する。イギリスの宗教も参照10年に一度行われる。イギリス政府の国勢調査によれば、2001年、キリスト教徒が71.7%、 イスラム教徒が3.0%、ヒンドゥー教徒が1.0%。2011年、キリスト教と59.3%、イスラム教と4.8%、ヒンドゥー教徒が1.5%。キリスト教の内訳は、英国国教会が62%、カトリックが13%、長老派が6%、メソジストが3%程度と推定されている。 婚姻の際には、夫婦同性、複合性、夫婦別姓のいずれも選択可能である。また同性結婚も可能である。また、在日英国大使館においても同性結婚登録を行うことが可能である。詳細は、現代イギリスにおける移民及びイギリスにおける外国人出生者を参照詳細は、イギリスの教育を参照イギリスの学校教育は、地域や公立、 私立の別により異なるが、5歳より小学校教育が開始される。詳細は、イギリスの医療を参照ザ・ロイヤル・アバディーン・チルドレンズ・ホスピタル n h s スコットランドの小児病院イギリスの医療は各地域それぞれの地方文献型であり、公的医療とプライベート診療が存在する。公的医療は国民保険サービスにより全てのイギリス人に提供され、 医学的必要性が認められる治療は大部分は自己負担なしであり、費用は一般税収を原守としている。NHS にはイギリス国家予算の25.2%が投じられている。国全体に関わる規制は、総合医療評議会や看護助産評議会や、 またロイヤルカレッジなどの外部機関が行っている。しかし政策や現業の責務は各地方行政区である4つの女王陛下の政府、北アイルランド政府、スコットランド政府、ウェールズ政府がそれぞれになっている。それぞれの運営する NHS は各々の政策や優先度を持ち、姿勢に違いをもたらしている。英国は GDP の8.5%を医療に支出しており、 これは OECD 平均と比べてマイナス 0.5%EU 平均と比べてマイナス1%の値であった。1979年に保健所、風は2000年に英国の医療制度を欧州で15位、世界で18位と表している。詳細は e n Culture of the United Kingdom を参照詳細はイギリス料理を参照フィッシュチップスや ローストビーフ、うなぎのゼリー寄せ、トーストサンドイッチなどが有名である。ウィリアム・シェイクスピア詳細は、イギリス文学を参照多くの傑作を後世に残した。ウィリアム・シェイクスピアは、イギリスルネサンス演劇を代表する、空前絶後の詩人、および劇作家と言われる。初期のイギリス文学者としては、ジェフリー・オブ・モンマスや、ジェフリー・チョーサー、トマス・マロリーが著名。 18世紀になると、サミュエル・リチャードソンが登場する。彼の作品には3つの小説の基本条件、すなわち、フィクション性及び、物語性、人間同士の関係、個人の性格や心理といった条件が満たされていたことから、彼は、近代小説の父と呼ばれている。19世紀の初めになると、ウィリアム・ブレイク、ウィリアム・ワーズ・ワースラ・ロマン主義の詩人が活躍した。 19世紀には、小説分野において革新が見られ、ジェーン・オースティン、ブロンテ姉妹、チャールズ・ディケンズ、トーマス・ハーディラが活躍した。19世紀末には、単美主義のオスカー・ワイルド、現代の推理小説の生みの親アーサー・コナン・ドイルが登場。20世紀に突入すると、SF の父、ハーバート・ジョージ・ウェルズ、モダニズムを探求したレビッド・ハーバート・ローレンス。 バージニアウルフ、予言者、ジョージ・オーェル、ミステリーの女王アガサ・クリスティなどが出てくる。そして近年、ハリー・ポッターシリーズの JK ローリングが、かつての JRR トールキンのような人気で、世界中を沸かせている。詳細は、イギリスの哲学を、参照詳細は、イギリスの音楽を参照クラシック音楽における、特筆すべき、イギリス人作曲家として、ブリタニア音楽の父。 ウィリアム・バード、ヘンリー・パーセル、エドワード・エルガー、アーサー・サリバン、レーフ・ボーオン・ウィリアムズ、ベンジャミン・ブリテンがいる。特に、欧州大陸で古典派、ロマン派が流星を極めた18世紀後半から19世紀にかけて有力な作曲家が乏しかった時期もあったが、旺盛な経済力を背景に演奏市場としては流星を続け、ロンドンは、 クラシック音楽のとの一つとして現在残る。ドイツのオーケストラが地方中都市の団体でも四冠フル編成を原則としているのに対し、ロンドン五大オーケストラは長年 BBC 公共楽団を除き総員70名台の中規模編成を貫き、対局演奏に際してはフリー奏者を臨時補充するなどの形であったにも、かかわらず、それなりの世界的成果を維持してきた。 一時はメンバーの共有も見られ、映画音楽の仕事が多いことが批判されることもある。ものの、持ち前の合理主義によって、少なくとも英語圏では随一のクラシック演奏都市であり続けている。オペラはロンドンにコベントガーデンオーリツカ劇場とイングリッシュナショナルオペラを用し校舎は世界一種も珍しい英訳上演主義の団体である。ポピュラー音楽。 編集ビートルズ詳細は、ロック及びブリティッシュロックを参照ポピュラー音楽において、イギリスは先鋭文化の発信地として世界的に有名である。1960、70年代になるとロックが誕生し、中でもビートルズやローリングストーンズといったロックンロールの影響色濃いバンドがその表現の先駆者として活躍した。 やがて、キング・クリムゾンや、ピンク・フロイドなどのプログレッシブロックや、クイーン、クリーム、レッド・ツェッペリン、ディープ・パープル、ブラック・サバスなどの R&B や、ハードロックが、ロックの更新に貢献。1970年代後半のパンクロックの、勃興においては、アメリカ・ニューヨークからの文化を取り入れ、ロンドンを中心にセックス・ピストルズ、ザ・クラッシュらが、国民的なムーブメントを起こす。 パンクロック以降は、インディーロックを中心にニューウェーブなどといった新たな潮流が生まれ、テクノポップドラッグミュージック文化の発達とともに、ニューオーダー、ザストーンローゼズ、グリッドなどが、メインストリームでは、デュラン・デュラン、デペッシュモードらの著名なバンドが生まれた。90年代は、グリッドポップやエレクトロニカがイギリスから世界中に広まり、人気を博し、オアシス、ブラー、レディオヘッド、 プロディジー、マッシブアタックなどは特に目覚ましい。シューゲーザー、トリップホップ、ビッグビートなどといった多くの革新的音楽ジャンルも登場した。近年では、エイミー・ワインハウス、マックフライ、コールドプレイ、スパイスガールズらがポップシーンに名を馳せた。イギリスでは、ロックやポップなどのポピュラー音楽が国内だけでなく世界へ。 大きな市場を持つ主要な外か獲得工業となっており、トニー・ブレア政権下などでは、クール・ブリタニアでロックミュージックに対する国策支援などが行われたりなど、その重要度は高い。アメリカ合衆国と共にカルチャーの本山として世界的な影響力を保ち続け、他国のポピュラー音楽産業の潮流への先駆性は近年もいささかも揺るがない。詳細は、 イギリスの映画を参照イギリス人はユーモアのセンスが高いと言われている。また、コメディアンの多くは高学歴である。国家はそれぞれの地域が持っている。イギリス国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が21件、自然遺産が5件ある。詳細はイギリスの世界遺産を参照。祝祭日はイングランド、ウェールズ、スコットランド、 北アイルランドの各政府により異なる場合がある。銀行など多くの企業が休みとなることから国民の祝祭日をバンクホリデーと呼ぶ。詳細はイギリスのスポーツを参照ウェンブリースタジアムイギリスはサッカー、ラグビー、クリケット、ゴルフ、ボクシングなど多くの競技が発祥もしくは近代スポーツとして整備された地域であり、国技としても定着している。 年間観客動員数は4000万人以上を集めるサッカーが他を大きくしのいでおり、競馬の600万人、ユニオンラグビーの300万、クリケット200万がそれに続く。このうち団体競技は発祥地域の伝統的な配慮から国際競技団体ではイギリス団体ではなくイングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドの4地域それぞれの加盟を認めているが、 サッカーが公式なプログラムとして行われている近代オリンピックでは単一国家としての出場が大原則であるため長年出場していなかった。しかし2012年の開催が内定したロンドン五輪では4協会が一体となった統一イギリス代表としてエントリーした。また、イギリスの首都であるロンドンで下級オリンピックを行ったのは1948年以来64年ぶりである。 ただし野球においては、早くから英国代表として、欧州野球選手権や WBC などに統一ナショナルチームを送り出している。サッカー、編集詳細は、イギリスのサッカーを参照数多くのスポーツを誕生させたイギリスでも、とりわけ人気なのがサッカーである。イギリスでサッカーは、フットボールと呼び、近代的なルールを確立したことから、近 イギリス国内でそれぞれ独立した形でサッカーリーグを展開しており、中でもイングランドのプレミアリーグは世界的に人気である。イングランドサッカー協会などを含むイギリス国内の地域協会はすべて国際サッカー連盟よりも早くに発足しており、FIFA 加盟国では唯一特例で国内の地域単位での加盟を認められている。そのため FIFA や 欧州サッカー連盟が主催する各種国際大会には地域協会単位でのクラブチームやナショナルチームを参加させており、さらには7人いる FIFA 副会長の1人はこの A 本土4協会から選ばれるサッカーのルールや重要事項に関しては FIFA と A 本土4協会で構成する国際サッカー協議会が決定するなど特権的な地位が与えられている。また、 サッカー選手や監督がプロ競技における結出した実績によって一代限りの騎士や勲尺士となることがある。また、サッカーはもともとラグビーと同じく中流階級の指定が通うパブリックスクールで近代競技として成立したが、その過程は労働者階級の娯楽として発展していった。ただ、当時のイギリスの継続的な不況から来る。 労働者階級の人口の割合と、それ以外の階級者も感染していたということを注意しなければならない。労働者階級がラグビーよりもサッカーを好んでいたとされる理由として、フーリガンというあまり好ましくない暴力的なファンの存在が挙げられることもある。ただ、相次ぐフーリガン絡みの事件や事故を重く見た政府は1980年代にフーリガン規制法を制定し、 スタジアムの大幅な安全基準の見直しなどを行った。各スタジアムの試合運営スタッフがスタジアムの至るところに監視カメラを設置し、特定のサポーターに対する厳重な監視や入場制限を行っている。そのような取り組みの結果、スタジアムではそれまで頻発していたフーリガン絡みの事件や事故の件数が大幅に減少した。クリケット、編集クリケットは、 全面芝のフィールドでプレーされ、試合中にはティータイムもある。その優雅な雰囲気から別名、紳士のスポーツと言われる。イギリスでは上流階級がたしなむスポーツとされており、イートンなどの名門校の体育では、クリケットは必修種目とされている。16世紀にイングランド南部で初めてプレーされた。18世紀末までには、 イングランドの国民的スポーツへと発展した。大英帝国の拡大によってクリケットは海外でプレーされるようになり、19世紀中頃までには初の国際試合が開催された。イングランドは国際クリケット評議会のフルメンバーである。クリケットワールドカップは FIFA フフワールドカップと夏季オリンピックに次いで世界で3番目に視聴者数の多いスポーツイベントであり、 自国開催の2019年大会ではイングランド代表が初優勝した。女子イングランド代表はワールドカップで4度の優勝経験を誇る。ロンドンにあるローズクリケットグラウンドはクリケットの聖地と呼ばれ、ワールドカップの決勝戦などが催された。国内リーグはカウンティーチャンピオンシップがあり、イングランド所在の17クラブ及びウェールズ所在の1クラブ、 合計18クラブにより編成される。競馬、編集詳細は、イギリスの競馬を参照近代競馬発祥の地でもある。18世紀ゴルフに次いで、スポーツ組織として、ジョッキークラブが組織され、同時期にサラブレッドも成立した。どちらかといえば、 平地競争よりも障害競争の方が盛んな国であり、フェイバリット100法説では、アークルをはじめ障害場が上位を独占した。障害のチェルトナムフェスティバルや、グランドナショナルミーティングは15から25万人もの、観客動員数がある。特に最大の競争である G3 グランドナショナルの売り上げは700億円近くになり、2007年現在世界で、 最も馬券を売り上げる競争になっている。平地競争は、イギリスダービー、王室開催のロイヤルアスコット開催が知られ、こちらも14から25万人の観客を集める。ダービーは、この競争を冠した競争が競馬を行っている。国には必ずと言っていいほど存在しており、世界で最も知られた競争と言ってよいだろう。エリザベス城も、 競馬ファンとして知られており、自身南東も競争場を所有している。イギリスでは、日本などと違い競馬など、特定の競技だけでなくすべてのスポーツが、ギャンブルの対象となるが、売り上げはやはり競馬と、サッカーが多い。競馬は1970年代を頂点に人気を、失いつつあったが、後に急速に、観客動員数が持ち直す傾向にある。売り上げ高も2兆円を超え、 人口あたりの売り上げは、香港を除けば、オーストラリアに次ぐ。しかし、売り上げの多くが、主催者側と関係のないブックメーカーに占められるという、構造的な課題がある。なお、イギリス人はどんな小さな植民地にも、大抵の場合は、競馬場を建設したため、独立後も、旧イギリス領は、競馬が盛んな国が多い。また、馬術も盛んであり。 馬術のバドミントンは3日間で15万人以上の観客動員数がある。モータースポーツ、編集イギリスはモータースポーツ発祥の地としても知られる。フォーミュラ1では多数のチャンピオンドライバーを生み出している。最近では2009年世界チャンピオンにジェンソン・バトン、そして2008,2014,2015,2017,2018,2019、2020年度。 世界チャンピオンに7度、ルイス・ハミルトンが輝き、あと1回世界チャンピオンになれば、ミハイル・シューマッハの持つ7度の記録を上回ることになる。過去には、ロータスやティレル、現在も、マクラーレン、ウィリアムズといった数多くの名門レーシングチームが、本拠を置き、車両の設計製造において、常に最先端を行く。イベントにも歴史があり、1926年に、初開催された。 イギリスグランプリは最も古いグランプリレースの一つである。1950年に始まった第1グランプリはイギリスグランプリを第一戦とした。また世界ラリー選手権の一戦として組み込まれているラリーグレートブリーテンも同シリーズの中で最も古いイベントの一つである。野球、編集詳細はナショナルリーグを参照知名度は低いが1890年に ブリティッシュベースボールリーグという野球リーグが誕生している。アイブフワールドカップの第1回大会ではアメリカ合衆国との2カ国対抗戦という形ではあったが5回戦制のこの大会を4勝1敗で勝ち最初の優勝国となっている。2012年9月には第3回 WBC 予選に出場している。カーリング、編集あまり知られてはいないがイギリスは カーリングの競合国でもある。自転車競技、編集国内での人気はサッカーなどには劣るが、ロードレースやトラックレースでは世界でもフランス、スペイン、イタリアと肩を並べる競合国である。ロードレースでは2012年にブラッドリー・ウィギンスがツールとフランスを 英国人として初めて制覇し、クリス・フルームが2013年、2015年から2017年と同大会で総合優勝し、また2017年にはブエルター・エスパーニャを、2018年にはジロでイタリアを制覇し、グランツールと呼ばれる世界三大大会を年をまたいで連続制覇した、史上三人目の選手となるなど、近年目覚ましい活躍を見せている。 トラックレースでも、ウィギンスやゲラント、トーマス、エド・クランシーラが世界選手権やオリンピックで数々のメダルを獲得している。本国政府日本政府内観光その他、ありがとうございます。